じゃあ指数のセクションのね、2ページ目、指数の拡張のところの問題の解説に行きたいと思います。220番、次の値を求めようと。括弧1、10の0乗は何かですけども、これは0ではない数字の0乗は1になります。括弧2、5のマイナス1乗。マイナス1乗、マイナス乗っていうのはですね、これね、逆数にするという意味があって、ここに書いてますけど、5のマイナス1乗っていうのは5分の1になります。じゃあ、3のマイナス3乗はどうするのっていうと、これは、3の3乗のマイナス1乗と考えればよく、つまり3の3乗の逆数。だから、3の3乗分の1、27分の1になります。4番。64のマイナスの2分の1乗。これは、64の2分の1乗の逆数ということだよね。で、64の2分の1乗って、この2分の1乗っていうのはですね、ここが m が1、n が2の時ですけど、ルートになります。だから、2分の1乗って言われたらルート64なんですけども、それのマイナス1乗、逆数なので、8分の1になります。5番。16の、マイナス 0.25 乗って言われてもちょっと困るんで、分数に直して、マイナス4分の1乗にしておきます。これね、ちょっと、括弧4と違う手順でやりますが、16っていうのは2の4乗なので、2の4乗のマイナス4分の1乗と考えてもいいです。で、ここにある指数の法則、中学で習う指数の法則は、NM がですね、自然数だけじゃなくて、有理数全体で成り立ちます。有理数同士なら問題なく成り立つよと。ということで、この4乗とね、4分のマイナス1乗ってあるけども、ここのルールを使って指数同士をかけることができます。だからこれ2のマイナス1乗と同じなので、答えは2分の1です。括弧6、1万の 0.75 乗ですけども、これも分数上じゃないとちょっと分かりづらいので、4分の3乗に直します。で、1万というのは、10の4乗なので、10の4乗の4分の3乗。もう一回同じルールを使って10の3乗になるから、答えは1000となります。続いて221の基本問題に行きます。次の計算をせよと。4の3分の4乗かける4の6分の1乗です。こちらは、この性質を使って、4の3分の4プラス6分の1乗というふうに直せます。このべきの部分の、分数の足し算をね、数分して行うと、6分の9だから2分の3乗と同じになります。6分の9だから2分の3だよね。で、これはじゃあ簡単にできるのかっていうと、はい、これは2の2乗の2分の3乗なので、2の3乗と同じ、すなわち8です。5の2分の1乗、割る5の6分の1乗、かける5の3分の2乗。この割るっていうのは、ちょっとね、あんまり割るっていう記号をそもそも中学から使わないわけですけども、これは要するに5の2分の1乗かける5の3分の2乗、割る5の6分の1乗ということを意味していて、ここにある法則を使って一つのね、形に直しますと、これは5の2分の1足す3分の2引く6分の1乗と同じです。で、ここを先に計算してまとめると、6分のね、6分の6、つまり5の1乗になります。だから答えは5です。こうやって毎回毎回ね、綺麗な答えになるわとは限らないですけども、基本問題なんでね、綺麗になると信じて、ここを丁寧に計算しましょう。括弧3、16の、6分の1乗のマイナス2分の3乗。これはね、
まあ、6分の1とね、2分のマイナス3、先に、まあ、やっとこうか、とりあえず。まあ、だからこれ16のこの法則を使って、マイナス4分の1乗になります。で、もっと簡単にできます。まあ、16って見たらすぐに2の4乗に直せるようにしましょう。2の4乗のマイナス4分の1乗だから、まあ、これは2のマイナス1乗よって2分の1。4番。2×3 の2乗の、3分の2乗かける2の3分の4乗割る3の3乗根になってます。この分数のね、指数、あの、累乗と、分数乗とさ、累乗根が混ざってるのもあれなんで、まあ、これはさっさとですね、この性質を使って3分の1乗に書き直します。で、これはね、ここ掛け算ですけど、A×B のね、なんとか乗ってのはこれ分解できますよね。これは、これをね、右から左にやれば、分解できます。ということで、まぁ、ちょっとね、整理していくと、2の3分の2乗かける3の3分の4乗かける2の3分の4乗割る3の3乗根だから3の3分の1乗です。ここでベースが異なるね、2と3は一つにまとめるのはちょっと難しいですけど、あの、これとね、これとこれはまとめることができるので、まあまあ2の方をまとめると、2の3分の2たす3分の4乗。かける3の方もね、3の方もね、これとこれは、まとめることができて、まとめると3分の4引く3分の1乗です。まあ、よって、答えはね、2の2乗かける3の1乗、12となります。では、続いて222番。次の式を簡単にせよと、ただし AB はプラスである。A の3乗根引く1かける A の2乗の3乗根足す A の3乗根足す1ですけども、まあ、地道にね展開してもいいんだが、まあ、こうねあのルートを何回も書くのが面倒なので、まあ、ちょっと置き換えてみたいと思います。x を a の3乗根とします。そうすると、まあ、これは x-1 かける、これを2乗したものと一緒なんですね。2乗したものと一緒になります。まあ、なぜならば、これを2乗したものというのは、このように書き直すことができるから、まあ、ここの部分はね、x の2乗というふうに直せます。まあ、だから式の構造は、数一で出てくるね、初めに出てくる3乗のね、展開公式の一つの形になってます。まあ、なので、まあ、公式を覚えていれば、x の3乗引く1へ。まあ、覚えてなければ、まあ、展開しましょう。こうやってね、まあ、展開して、展開して、x の3乗引く1だね、みたいなふうにね、まあ、頑張ります。で、これを元に戻すと、A の3乗根の3乗引く1のため、数式は A 引く1になります。括弧に、まあちょっと書くのがめんどくさいんだが、A の6分の1乗、B の6分の1乗、A の6分の1乗、B の6分の1乗、A の3分の2乗、足す A の3分の1乗、B の3分の1乗、B の3分の2乗というふうになっています。まあ、まずですね、まあ、この部分だけね、展開しましょう。この部分展開すると、まあ、展開平方差のね、形になりますね。だから、これは A の6分の1の2乗マイナス B の6分の1の2乗になります。こちらはそのまんまで。で、そうすると、これは、A の3乗根、引く B の3乗根。で、こちら A の3分の2乗足す、A の3分の1乗、B の3分の1乗、
B の3分の2乗となります。で、これは、カッコ1の問題の形と、まあ一緒ですよね。カッコ1は要するに、B のところに1が入っていたっていう違いがあるだけですね。もし B の値が1だったら、カッコ1の問題と全く一緒です。B が1だったらね。はい。まだこの形はですね、ちょっと置き換えて考えてみると、置き換えて考えてみるとこれを X っておいて、これを Y っておくと、こういう形になっているので、これも高1の初めに習う3乗の展開公式で、X の3乗引く Y 3乗になります。ということで、A の3分の1乗の3乗根引く、B の3分の1乗の 3乗やって、A 引く B となります。では、次、223番に行きます。まず、対称式の問題になってくるが、2の x 乗引く2のマイナス x 乗イコール3のとき、4の x 乗足す4のマイナス x 乗の値は何かっていう問題で、もう一つ、2の x 乗足す2のマイナス x 乗の値は何かです。これね、形としてはですね、これは対称式になるんですけども、この式をですね、両辺をね、2乗してみると良いです。両辺を2乗すると、この2の x 乗がね、2乗されるとどうなるかっていうと、2の 2x 乗になるんですけども、この2の 2x 乗っていうのは、2の2乗の x 乗というふうに解釈することもでき、つまり 4x 乗になるわけよ。2の x 乗に移動すると 4の x 乗になります。だからね、この式全体に2乗すると、こいつとこいつ出てくるな、ということで、2の x 乗引く2のマイナス x 乗を2乗してみます。両辺を2乗してみます。この式が成り立つならば、この式も成り立ちます。ここで、これを展開公式 A 引く B の2乗を展開すると、A の2乗マイナス 2AB プラス B の2乗イコール9です。ここで、ここの部分にね、ここで説明したようなことをやると、初めてやるときはね、こう丁寧にやりますが、結構よく出てくるんでね、これは4の x 乗になるっていうのは、暗記ですかね。はい。これはだから、4の x 乗になるね。で、こちらも、同じ理由でね、4のマイナス x 乗になります。一方、この真ん中の部分なんですけども、全部2のなんとか乗なので、2の1たす x 引く x 乗になります。2の1たす、今回たまたまこれがね、全部2で一緒なんですけども、実際この2はね、もしここが2の x 乗じゃなくて問題が7の x 乗とかだったらちょっとまとめられないから、手前の2だけ分けとこうか。手前の2だけ分けとこう。で、この部分が2の x 引く x 乗、つまり2の0乗、つまり1になります。これが1になります。なので、4の x 乗引く2プラス4のマイナス x 乗イコール9。ここから4の x 乗足す4のマイナス x 乗は11ということが分かります。はい。では、続いてですね。じゃあ、この2の x 乗足す2のマイナス x 乗どう出すかっていうと、この式の値をですね、この式の値を y としますね。で、この2の x 乗の性質なんですけども、x が実数のときは、y は必ずプラスになります。2の x 乗っていうのはですね、これ後に習うことだけども、y イコール2の x 乗っていうグラフがですね、こんな感じになってて、常にプラスの値なんでね、2は何乗してもプラス。プラス乗してもプラスだし、マイナス乗してもプラスになります。なんでね、これプラス同士を足しているので、これは必ず正の値になります。よって、それを2乗したものを考えてみると、さっきと同じようなね、こんなような数式になるんですけども、真ん中の符号が変わるだけなので、これは4の x 乗プラス2プ
プラス4のマイナス x 乗になります。ここで4の x 乗足す4のマイナス x 乗が11になるという条件がついているので、まあ、それを当てはめると11足す2になります。つまり y の2乗は13です。2乗したら13っていうのは、まあ、プラスとマイナスと両方の可能性がありますが、今回は y はプラスの値だということがはっきり分かっているので、まあ、y は正なので、y は正の、まあ、平方根、ルート13になります。まあ、ということで結論は、4の x 乗足す4のマイナス x 乗は11、で、2の x 乗足す2のマイナス x 乗はルート13というふうになります。はい、ということで、このページの解説はここまでです。